一ヶ谷南海記念診療所は日本のプロレスの試合会場。2007年、アイスリボンの常設会場、一ヶ谷アイスボックスの名で開設。同診療所のビル1階を利用しており、世界で一番小さいプロレス会場をキーワードとする。他団体ではユニオンプロレスが一ヶ谷ユニオンボックスの名で使用していた。この場合はアイスリボンでの特殊ルールが適用されていた。 リングロープがない代わりに壁が存在するため、これを利用した技も数多く生まれたセーナのスイング DDT などがある。総合格闘技チーム、東京闇蔵と共用という形で運営されて工業がない時には、同チームの練習場として使用されている。2009年1月、ネオプラスアイスリボン事業部の事務所を同条件試合会場。 イサミレッスルる武館内に開設したため1月14日、アイスリボンの工業、アイスリボン37を最後に使用終了。アイスリボンが撤退後も、東京やミグラの練習場として現存しているものの、それ以外の目的では、ごく稀にイベントで使用される程度で、試合会場としての使用はなかった。2012年3月24日、マーブルプロジェクトが工業を開催。月日、 アイスリボンが約3年ぶりに興行を開催。6月18日と20日、桜えみがタイで旗揚げするプロレスリング和賀東雲舞のイベントが開催されたのを、機に和賀東雲舞が日本で興行を開催している。当初、会場名は一ヶ谷南海記念診療所としていたが2013年1月から和賀東雲舞が使用する際には、 一ヶ谷チョコレート広場の名義で使用している。3月6日、頑張れプロレスが、プレハタ上げ戦を開催。2014年1月5日、ドラゴンソルジャーローが主催する、組が工業を開催。6月21日、シアタープロレス課長風月が工業を開催。2016年、共同で使用していた、東京ヤミグラの撤退により、我が東雲舞が単独で運営を開始。 ありがとうございます。